吉さん、アントニオ猪木さんが伝えようとしたのっていや怖いのは俺も一緒だよということなんでしょうね未知のものに対する不安未来の不安定感に対して立ち向かっていく不安多分猪木さんって次の対戦相手に余裕で勝ってるわけじゃなくって今度は負けるかもしんないな怖いな怪我するかもしんない怪我して再起不能なったらどうしようみたいなねそんな恐怖を抱えていたからこそ 練習がでできたと思うんですよあ次の試合余裕だろうと思ったら練習しないと思うんですよねだからいつもいつも自分を追い込んでそして実際に今度は負けるかもしんねえなあいつここら辺が得意分野だからなっていうので相手の強いところに目をそらさずにしっかりと見据えたからこそ、まあ、対抗する自分の練習ができたんじゃないかなと思うんですよ。でリングに立った時にそれでもね油断したら負けるかもしんないっていう思いがあるからこそ。 立ち向かっていけたんではないかなと思うんですよで、怖いから辞める人ってトレーニングしないじゃないですか挑戦しないじゃないですかうん。だからそういうことではダメなんだろうなと思うんですよねそのシルベスター・サロンのロッキーロッキー・ザ・ファイナルの中でものすごくいい言葉があるんですよこれはシルベスター・サロンさんが脚本も監督もやってるんで多分スタローン、つまりロッキー自身の言葉だと思いますけども 怖い時こそ強気でいけ。それでなんとか今までうまくやってきたっていう風にリングに上がる前に言うんですよね。この時ロッキーは50代半ばという設定だったと思います。で、あと一回だけ公式戦じゃなくていいから、ほんと田舎の試合がしたいなと思いながら過ごしてきたら、なんとね、現役のチャンピオンと試合をやる機会が巡ってきて、その現役のチャンピオンは、おい、手加減してろよ。 お前、俺の顔に当てたらひどいからなっていう風に、要するに、八百朝試合をね、進めてきたんですよ。まあ、それは本気でやったら俺がどうせ勝っちゃうんで、追い惚れをね、ぶちのめしたくないんだと。でも、万が一俺が負けることがあったら、それは許されないから。だから、単なる練習試合だからさ、公開の練習試合だから、まあ、軽く台本通りで行こうぜっていう誘いだったんですよね。でも、スタローンは、確かに怖いからそうしてくれれば一番いいんだけども、いや、俺はね、負けに来たわけじゃないんだよしっかりやろうぜ。 感じで怖いからこそ前に一歩進んだんだですよねそうやって路ををっっててて、えー、トレーニングを続けていたってことになりますそしてリングに立ってガウンを取ったその体一同がびっくりするわけですよねあれロッキー体をしっかり作ってきたねみたいなねでもその時にロッキーはもうすでにフットワークも失われて関節炎でぶちのめされるダメージに頼る体はなかったんですよだから唯一パンチを鍛えてメガトンパンチぶち当たったら相手の骨が砕けるようなパンチだけを作ってきたんですよね それだけで相手をぶちのめしたわけなんですよ。途中対戦相手、チャンピオンはですね、ロッキーのパンチにひるんで、それでも持ち前の若さとスピードで果敢に挑んでいくテクニシャンだったんですよね。でも途中、あまりにも力みすぎて、手を骨折してしまったんですよ。油断が生じたんですよね。そしてそこにつけるようにロッキーは最後までフルラウンド戦ったということなんですよ。でもやっぱりチャンピオンは強かったんですよね。最後に判定で勝利をもぎ取るんですよ。 しかし勝利はしたんですけども完成はロッキーの方に行きましたね50を過ぎたロッキーが最後の試合を現役のチャンピオンと五分でやってのけたそして倒れなかったその精神に多くの観客が感動したんですよねちなみにこのロッキーシリーズですけどもすごい臨場感でリングでの試合を撮影してるんですよこのエキストラどうやって集めたのかと思ったらそうじゃないんですよね実際にボクシングの試合を行っている試合と試合の間に 撮影を入れさせててもらったったことなんです,よですのでリアルのボクシングを見に来た観客がロッキーの撮影にみんなでエキストラとして参加したということなんで感動がさらに感動を呼んでさらに臨場感深く楽しめるわけなんですよねそう怖い時こそ強気でいきましょう分からないからほっとくんじゃないできないからやめるんじゃなくて分からないからさらに進んでいくできないからさらに突っ込んでいく売れないからさらに売っていくそれ以外に突破口って開けるんですかね 今度売れなかったらどうしようと思うからこそ一生懸命に知恵を巡らすんではなかろうかと思うんですけどね。それじゃあ失礼します。